はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。はい、というわけで、最新アップデート来ましたね。新しい武器やら、あと、ブラックアウトにゾンビモードが追加されたりしたんですけど、今回は、ちょっとそれについてではなく、ちょっとスライディングについてですね。海外プロや日本のプロもね、結構、騒いでるんですけど、スライディングがね、多分バグだと思うんですけど、なんか強化されてるんですよね。まあ、簡単に言うとスライディングがより速くなって、なんかの距離、スライディングの距離も伸びてるんですよ。まあ、こんな感じなんですけど、まあ、ちょっとこの視点だとあんまりわかりづらいかな。ちょっとね、ツイッターでこのね、動画話題になってたんで。はい、こんな感じに、スライディングが、まあ一番は、距離がめちゃくちゃ伸びているっていう。なんでこんな伸びちゃったの？多分バグだと思うんですけど、さすがに。で、パッチノートとかにはスライディングに関しては一切書かれてなかったんで、僕が見た感じ、見落としがなければね。なんでしょうね、これは。まあ今作、やっぱりスライディングゲーなんですよ、本当。スライディングが強い。で、ベータぐらいの時もスライディングがあまりに強すぎて、結局製品版では弱体化された状態でね、スライディングは、出たんですけど、ベータの時以上に強化されてるんじゃないかな。なので、これは、なんだろう、多分バグだと思うんですけど、もうめちゃくちゃね、速くて距離が長い。もうすごいよ、これ。すごい。もうシュンシュン動ける中。ほんとね、多分、実際にこう、プレイした方が感じやすいと思うんだけど、すごいスルスル動けますね。そして距離がほんと長いんだよな。まあ、今作、ほんとこういうスライディング打ち？スライディングで飛び出して、こう覗き込んでキャンセルするっていうね。この打ち方がめちゃくちゃ強いんですけど、もうここだけ見てもなんか、もうすごい速い。速くてなんか、ちょっと伸びすぎちゃって、飛び出しちゃうな。もうすごいスルスル動けますね。そして海外ではその COD チャンプスっていう世界大会、BO4 シーズン最後の一番大きな世界大会がもうすぐそこなんですよ。そして日本の大会も、今週末にもう日本最強決定戦があるんですよね。だからもう大会間際でこのね、バグなのか強化なのかよくわからない、このスライディングのアップデートっていうのはやっぱり選手たちにとってはめちゃくちゃ困りますよね。まあ、今まで練習してきたことがまた調整が崩れちゃうし、で、オフライン大会ってね、そのランでやるんですけど、ランのバージョンはね、結構アップデートが遅いんですよね。だから、アップデート前、この新しいスライディングのアップデート前の状態、おそらくやらないといけない状況になるんですよね。なので、今週末の日本最強決定戦に出る人たちからすると、もう全然練習にならないですよね。そして海外プロもね、今ね、今日はとりあえずアップデート来たこの日は、もう交流戦をしていないっていう、練習をしてない状態ですね。もうやっぱり調整が崩れちゃうんで、だから多分アップデート、このアップデートはやっぱバグだと思うんですよ。だからまあしばらくしたら治るとは思うんだけど、まあ前回ぐらいかな、スライディングした後に覗き込むとなぜかしゃがみ動作が入っちゃうっていうね、バグが追加されてたんですけど、まあ多分そんな感じだと思うんですよね。にしてもこんなバグあるの？こんなバグがあり得るのかって話なんですよね。こんなスライディングが強化されるっていうバグがあるのか？もう開発者は、まあまだ何も、ね、多分僕が記事とかいろいろ見た感じで、開発者からの発言は特に何もないので、一体何を考えてたのかわからないんですよね、このアップデートに関して。まあちょっとしばらくしたらもしかしたら治ると思うんですけどね。はい、というわけでやっていきたいと思います。今回はちょっとチームデスマッチでね、やっていきましょう。さあ、スーッあ、スーッスーットゥルットゥル、もうやってみるとね、わかるけど、トゥルットゥルですね。ちょっと、動画だとあんまり伝わらないかもしれないけど、自分でプレイしてみる、もしくは、三人称視点の敵の視点をね、見るとね、多分、このスライディングがいかにやばくなってるかっていうのがね、わかると思うんですよね。ちょっとこの視点だと分かりにくいかな。もうガンガン動き回りましょう。ガンガン動き回る。止まんねえ止まんねえよ、もう今日は。スイーちょっと弾が少ないな。スイーからのどっちだ次。敵はどっちだ次。どこだどこだ。狩るぞ。狩りに行くぞ。
はい、フラグ、ぽいこのスライフィーで、選手で、ウィー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 スイーもうどんどん動くよ、どんどん動くよ。スイー楽しい楽しいけど、これ、大会近い人だったら本当、おこだろうな。僕も大会近かったら俺、おこだもん。これは怒る。これはマジで怒る。なんやねん、このアップデートってなるけど。公開マッチやる分には楽しいよ、これ。めちゃくちゃ楽しいよ、これ。止まんない、止まんない。ほらほら。スイー次どっち弾あるかな、僕。弾微妙だね。ウォーマシーン展開。やばいうわー危ないほいほいほいもう使っちゃう、全部。次どっちだ敵どっちだこっちいるな、こっちいるな。ここいる、ここいる。左もいるんじゃないか回復して。やべ、死ぬ！あー !23 連続キルなんてこったー。ゼロです、行きたかったな。あは1です、した途端にね、なんか、ですがね、かさむんだよな、こういう時。スイーからの、スイー来るぞ、来るぞ、来るぞ、どっち来るぞ。からの、スイースイ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 もう、すごい、これ。本当海外プロとかとんでもない動きしそうだな、これで。ナイスやってくれたナイススイッウィフィフィフィ止まらない、マジで。止まる気がしない。やばい、これはうおー !2 枚持ってけた、今のいいね、いいね、いいね、いいね。いや、今の2枚持っていけるか。なんかこの辺いなかった大丈夫右無視しよう、右無視しよう。13発、13発ぐらい。いや、流動しとこう。あ、ミスったちょっと勢いがありすぎた。多分こっちは入ってる、こっちは入ってる。やばい。死ぬ、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 死ぬ。一旦止まっ、ええー、!33 で4。ちょっと、もうちょっと行きたいね。もうちょっと行きたいね。敵のヘルストーンはまずい。ここには落ちないでほしい。危なかったさあ、なんで今日は立ち回りが雑なんでしょうか。オーマシン展開ほいもう適当ですね。当たったけど、死なへんか。この先いるよ。やばい、弾切れた。今、弾あったら絶対勝ったな。いや、楽しいな。めちゃくちゃだけど楽しいな。AW 思い出す。なんか、ブースト追加されたみたいな感じになってる。ブースト COD を思い出してる。それぐらい、スピーディーだね。あ、こっち撃ったんだ。こっち向いてると思うから。敵がね、この状況で敵スレッシャー呼んでるんだけど。これ、危ないぞ。逆転されるぞ、これ。やれない、あれは。これは逃げた方がいい。いやー、スレッシャー痛すぎ。これがスライディングやただガチャガチャ押してるだけだけどねただガチャガチャ操作をしてるだけだけどじゃあ多分今日コントローラーだとうるさいなのなめっちゃガチャガチャしてるもん今日スライディングいやー結構ちょっと後半連続キルできてないなまあ序盤あんだけ雑な動きしてよく連キルがつながったねって感じだもんそこ出てくるでしょ。いや、君じゃない。君は呼んでなかった。いや、これ、いつ修正されるのかな。ちょっと、しばらくこのままでもいいよ。
公開マッチやる人にとってはちょっとこのままでいいな。ちょっとこのまま楽しいな。あー止まらねえなこれ。いやリスポーン変わってないこれ。いやなんかそこめっちゃ固まってるな。いやーちょっと読み間違えた。50キロいった。まあ50キロいけばもう十分でしょ今回は。スイー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 。おー51キロ、51キル11です。さあベストプレイも僕ですね。1キルからの青マシンのとこか。いやーそうだね、これはね、うん、やっぱスライディングはね、やっぱ海外プロ選手とかも結構やっぱ今作不評なんですよね、スライディングは。で特にスライディングが強すぎたからちょっといろいろベータの時もね修正されたりとかしたんだけど、これはね強いね。ちょっとこれは強くしすぎだね。まあおそらくバグだと思うんですけど、こんなバグあるのかな。まあアップデートをね待ちましょう。まあそれまでちょっとねこのスピーディーな感じを楽しめるんで、今のうちにね遊ぶのもいいと思います。というわけでよかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけでお疲れ様です。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out